ラフィーニャコトラファイル・アルカンタラ・ドナシメントは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。リーグ・アンパリ・サンジェルマン FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。同じくサッカー選手である、シアゴ・アルカンタラは、実の2位。ブラジルのサンパウロで生まれ、12歳の時に FC ・バルセロナのユースチームに加入した。その5条のカテゴリーに昇格していき、2011年に FC、 バルセロナ B に招集された。1月8日、ジローナ FC 戦において、ジョナタンドス・サントスとの交代途中出場でプロデビューを果たした。翌週の UD、サラマンカ戦でプロ初ゴールを記録した。2013年7月15日、恩師ルイス・エンリケが監督に就任した、セルタデビュー後にレンタル移籍した。2014から15シーズン、監督のルイス・エンリケと共に、 FC バルセロナに復帰。8月24日のリーグ開幕戦のエルチェ戦にて、先発出場を果たす。12月3日の国王杯、SD ウエスカ戦にて公式戦初ゴールを決めた。2015から16シーズン、UEFA チャンピオンズリーグのエース、ローマ戦に途中出場するも、ラジャナインゴランのアフタータックルを受けて、右膝十字じ帯を断裂し、 復帰に6ヶ月を要する見通しとなった。2016から17シーズンに入り、2016年10月15日、リーガ第8節のデポルティーボ戦では2得点を挙げるなど、復活の兆しが見えたが、2017年4月2日のリーガ第29節グラナダ CF 戦に出場し、右膝半月板を損傷、4月8日に半月板折除術による手術を受けた。 2017から18シーズンは、前シーズンに負った、半月いた損傷から回復するため、開幕よりリハビリを続けていたが、術後の経過が思わしくなかったため、10月1日に再手術を受けた。2018年1月22日、セリエインテルナチオナーレミラノへ、シーズン終了までのレンタルで移籍した。シーズン終了までに3500万ユーロプラス300万ユーロの、 ボーナスの支払いを行えば、同選手の買取が可能となっている。1月28日のスポール戦で、セリエ A デビューを果たし、5月4月のウディネーゼカルチョ戦では、セリエ A 初得点を記録するなどチームでの居場所を、つかみインテルの UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。シーズン中には、本人も残留を希望したが、 高額な遺跡金がネックとなり買取オプション行使には至らなかった。2019年9月2日、セルタデビー後にレンタル遺跡することが発表された。2020年10月5日、パリ・サンジェルマン FC への遺跡が決定。契約は3年間。兄と同じくスペイン代表として各年代でプレーした。しかし、2012年に、 ブラジル代表としてプレーしていくことを決め、南米ユース選手権2013に出場した。2015年9月に負傷したラミレスに代わり、A 代表に初招集され、9月5日のコスタリカ戦で A 代表デビュー。続く9月8日のアメリカ戦では代表初ゴールを決めた。父親のイオマールド・ナシメントは、ブラジル代表として1994フィファ。 ワールドカップ優勝経験を持つ。母親のバレリア・アルカンタラはかつてバレーボールの選手だった。兄のチアゴはリバプールに在籍している。リーズ・ユナイテッド FC のロドリゴ・モレノ・マジャドはいとこ。国際 A マッチ2試合1得点。ありがとうございます。